本当にもうたくさんですのよ。わかっていますわ、リカ。ずっと田舎暮らしだったんですもの。された空気に当てられて、少しおかしくなってしまっただけなんですのよね。部活のみんなと一緒に全力で悪ふざけをして笑い合った。楽しかった雛見沢の日々を思い出せば、きっとすぐに元のリカに戻りますわ。ごきげんよう。リカ様、ごきげんよう。ごきげんよう。リカ、すっかりふぬけてしまった目を覚まさせて差し上げますわ。久しぶりのトラップの味はいかがでございます？大丈夫ですの？え？誰ですか？こんないたずらをしたのは。あなたたちは保健室、他の生徒は今すぐ教室へ行きなさい。違うんですの、私そんなつもりでは。嘆かわしい。こんなこと学園始まって以来です。誰の仕業か心当たりはありますか？いいえ。そうですか。治療が終わったら全員教室に戻りなさい。先生。ん？何ですか？私、犯人に心当たりがあります。北条さん、一緒に来てください。しばらくの間、あなたにはここで自分のやったことを反省していただきます。どうして私が？あなたがあのような仕掛けを作るのが得意だと生徒の一人から聞いています。え？防犯カメラであなたが昨夜寮を抜け出していることも確認しました。何か申し開きはありますか？あなたが十分に反省するまではここから出ることは許されません。待って！少しでも早く出られるように深く反省なさい。いや、嫌ですわ。私、こんなところ出して、ここから出して。そんな、私はなぜ。そしてできれば、サトコにも僕と同じ夢を見てほしいのです。リカが頑固なのは相変わらずですわ。否定しなかったんですの！拒否しなかったんですの！仕方ありませんわね。私もご一緒しますわ。私はなんであんなこと。いや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 。やり直させて。もう一度やり直させて。
やっとですのね。